XO、ファミリーセラーについてお話しさせていただこうと思います。こちらのコニャックはアルコール度数が 40% になっております。熟成年数としては、10年から30年ぐらいの原酒を、使っているというふうに言われております。では香りから見てまいりましょう。大変もう、バランスもいいですが複雑な感じですね。穏やかではあるんですけども、ふくよかで落ち着いている印象を受けます。熟した果物ですとか、オレンジですとか、ね、こっちは甘みですね。またお花のブーケですとか、甘いスパイスの感じも非常に複雑に、まとまっているような香りがいたします。大変心地よいですね。少し陶酔感というんでしょうか、そういうのを感じさせるような商品になっているかと思います。では飲んでみましょうか。こういうコニャックはですね、あんまりこう飲んだ後に喋りたくなくなる商品ですね。飲んだ直後にですね、大変綺麗なマスカットのフレーバーですね、これが心地よく広がります。個人的な感想ではあるんですが、このマスカットのフレーバーが感じられるコニャックというのが、一つ、素晴らしいコニャックなのかなというふうに私の方は考えています。またそれ以外にもですね、ナッツですとかドライフルーツのニュアンスですね、甘い味わいが複雑に広がっているような気がいたします。大変バランスよく、陶酔感のようにですねが長く続きますね。こういうのは本当にもう落ち着いた場所でゆっくりと味わっていただければ良いのかなと思います。ぜひ楽しんでいただきたい一本かなと思いますですね。